はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンバラゾーです。そしてタイガースクラです。からの宮本です。はい、よろしくお願いします。何もなくはい、ということで今日はカムイがやっと重心化しました。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱりね、デッドラビッツは不利だったのかな、はい、そうっすね。いや、あいつも強いっしょ。ただ、まあ、カムイ、まあまあ強いなっていうのが出始めてからの重心化でね。うんうんうん、うん、あ、そうなんですよ。今、みたいな感じはあるけどね。なんか、はい、もう純正進化ですよね、本当にね。そうね、うん、間違いないっすね、うん、もう正直、ここの性能見た時ね、俺はね、しょうもなって思いましたわ。あ、ぶっちゃけね。ぶっちゃけ。うん、ああ、もうちょっとなんかないのかなみたいな。なんかもう超アンチワップつけとけみたいなさ。はいはいはい。そういうさ、あれかと。なるほどね。うん、まあ超アンチワップ超がつけば強化されたからすごいって。そうそうそう。うん、なるほどね。思いましたよ。はい。思いました。はい。からの？からの使ってみた。はい。もうね、いいねこいつ。これすごいいいね。これすごいこれすごいよ。はい、まあ、ということで、はい、多分いいね。まあ友情コンボかける2ってね、はい、実はついてたんですよ昔から。あ、そうですね、昔からありましたね。うん、でこれがまあ、拡大爆破弾がサブ友情につきまして落雷に加えてね、はいはいはい、拡大爆破弾がもう最近さ、アラジンってさ、もうなんかキスキルリラが出てから使ってなくてさ、うん、俺もそうだね、うん、なんか使ってないの。爆弾って舐めてたんですわ。うん、なんか最近、うん、何ノストラダムス神化の爆弾しか見てなかったから。ああ、あのサブ友情についてるやつね、うん、あんま強くない友情なのではと思ってたんですけど、うん、メイン友情の威力の拡大爆破弾をね2回出せるっていうのを、ちょっと使ってみて、めっちゃ強いんすわ友情が。2つで何3万4千ぐらい。いや、もう80万ぐらい。80万もうやばい。なんかすごい、やっぱ弱点拾ったりするともうすごいダメージ伸びるので、すごいなと。しかも誘発するしね。そう、そう、はい、なんで、まあ、2発ね、2回当たる動きっていうのはちょっと難しいんですけど、うん、まあ、究極とかのクエストだったらもう2回当たるだけを狙い続けるみたいな。もうそれもある。もうずっとこう、それもある。もうずっとそうなんでこうこうやってポンポンポンみたいなね。もう来切りしちゃってじゃん。来切りしちゃってじゃん。来切りしちゃった。そうっていう動きで、はい、大概のクエストが楽になるというか。いや、ほんといいっすよね。で、あと超アンチワークね。こうやって人につけたんだろうと思ってたんですけど、うん、めっちゃ強い。やはり、はい、なんかもう全員にキラーみたいな状態になるんで、ね、あの元から高いステータスに加えて、超アンチワークでさらに底上げされると、うん、はい、めっちゃ強いです。なんかこうエフェクト的に分かりやすいわけじゃないけど、なんか強くないみたいな感じで。そうですね、うんうん、そうですね。なんで、まあ、カナン専用機だとは思ってたんですけど、そうじゃなくて普通に、究極とかでも活躍が期待できそう。はい、捨ても高いしなキャラですね。はい、はい、ちょっとさ、行きますか。行きましょう、行きましょう。ただちょっと SS だけ残念でしたね。あ、 SS だけね、ちょっと、うん、まあ、強いんですけど、うん、SS ね、なんか変わり映えがなくて。そうですね、なんかカナン専用機って感じですね、ほんと SS だけ見ると、はい、じゃあちょっと友情コンボかける2をね、はい、ガシガシ見ましょうか、ね。まあ、でもね、まあ、ゲージを持っていけるっていうのはまあいいと思います。そうですね、 SS これはなかなか強い。爆弾を投げまくっとけば OK、 いっぱい当たりましょう。やっぱね、さすがにこう、カム4だと、うんうん、あの落雷が36発、うん、36発最大で出るんですよ、うん、真昼さすがにね、さすがにちょっと真昼、何本も出せばね、そりゃね、そうなるよね、うん、ちょっと待って、俺だけちょっとみんな上行っちゃって仲間外れされちゃったんだけどあと体幹クリティカルって。ああ、なるほどね。ちょっと待って、地雷やめて。地雷やっちゃったよ、しないね。地雷対応したいね。今回ね、行くのはちょっとあのドリルマックスなんですけど、はい、ちょ地雷当たるわ。うん、まあロボットのワープが結構出る降臨ってことで、今から地雷選んだんですけどはい、はい、まあなんかね、普通に芝居とかみたいなワープだけのクエストではもう普通にめっちゃ強かったね。まあ牛魔法とかね、はいはい、カチカチ爆弾を倒せるからさ、やばいっすね。強かったですね。この時点で友情が強いもんね。あと HP も高いね、やっぱね。なんだかんだ。もうこれでワープいっぱい出るんで、8個出るのかな。おっと、これで超アンチワープ。あ、これやばいっすね。 1.4 倍ぐらい。溜めていいっすかね。あ、溜め、一応俺が即必殺ついてるんで、まあでも俺
ケツにいるから、まあでも後で貯めてもいいかも。そうですね、うん、なんならこれ友情やばいよな、これ艦隊だと。なんかじゃあこのステージとかで貯めれるタイミングを貯めましょう。うん、了解。なんかこれでも左下のやつ残しとけば、あのなんか湧くんでボストックをしちゃって、うん、ボスだけ倒して下は貯めていきましょう。すいません、ちょっとあの運極棒のスタジオになって全然しょうがない。そういう時もあるよ。まあな、なんか2回触りたくなるそ, うそうすると雑魚を溶かすんですよね、絶対。ただやっぱロボットキラー乗ってるんで、ここでおいやついよ、やべえな、巻いてる、これ巻き出したままだと何もしないよね。何もしない、まあ、まだ大丈夫、あと2ターン。これで超反響乗ったらもうやばいでしょ。やばいよ、ポスターでいいよ。はい、あー強いよ、容赦ね。超反響のこのエフェクトかっこいいよね。かっこいい、なんかポワーンってあるやつね。なんかさ、最初さ、これあのキスキルリレーとかの時にこうなんか黒くなってるのをちょっと見てさ、はいはいはい、なんだろうこれと思って、なんかキスキルリレーって闇属性みたいな、そういうなんかあ、もっとさ、なんか悪い心持ってるのかなみたいないや、俺はね、普通に単純に、うん、あれこのステージコンセントがあったのみたいな思ったのそう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 、思うよね、あれ思う思う、初めて見た。なんか急に変わったからさ、そう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 、ね、なんか予告ないよ、うん。だからなんか超反響アップのエフェクトみたいですね、あの黒くなるのはちょっと。おお、熱い、熱い、強いよ、やばいなこれ。まあさすがミヤボーン即死殺が熱いですね。そうっすね、ドリルマックス久々すぎてこんな感じやったなって。なんか出てくるんですわ、ミニオンクが。ここね、アルカリアでしか回ってなかったからアルカね、アルカ超強いから、ロボット多いからね。そう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 、ドリルマックスって飛行のやつでしょ。そうかな、うん、ちょうど飛行だったっけ、ドリマ。そう、お、あ、あ、かわいそう、ね、なんかあのかわいそう、これセクシーローラーの時に出てきたやつね。はいはい、はい、一緒にね、そうっすね、セクシーローラーの時に出てきた、アニメに出てきた。あとアニメにも出てきた、ね、ゴストだな、セクシーローラーとゴスト近くだな。さあこれも、ね、実はカムイパイセンの、あー、入ったな、いいですよ、いい感じに溜まってるんで、もう強くね、240万出たよ、強っやばいな、これ。そう、豆知識として、うん、実はカムイって号令で2回弾けるんですよ。知ってました？そうなの？それ友情コンボかけにだからってこと。そう、あの前のカムイの状況からそうだったんですけど、なんか例えば信長とかね、あ、そう、はいはい、信長とかのまあ、ストライクショット、ボーレーを、うん、打つじゃないですか、はいはいはい、で、カムイ当たるじゃないですか、で、カムイなんか途中で止まるじゃないですか、そのカムイにもう一回でも殴り渡ったら、もう一回打つやばっ、そうなんです、なんか友情コンボの手なんだ。そうですね、あの、これは友情コンボがなんかその、ボーレーになってるみたいな、はいはいはい、に変わってるよみたいな、そういう仕様なんで、ちょっとボコボコ、まあ、倒しちゃった、やばすぎ、これやばいじゃん、打てないよ。じゃあちょっとボス以外削りますか友情が強すぎて削りまくっちゃうから、逆に当たらない。僕が1ダメージ打つんで、ニアボーが2ダメージ打ちましょう。いや、1ダメージって滅びるんじゃないのこれ。いや、でも分かんない、分かんない、カムイだから、カムイ、カムイ、カムイだから、カムイだから大丈夫、大丈夫、ちょっと控えめにしてくれるはずだろ。あ、これ倒しちゃう、倒しちゃう、これあの、ワープ入ればいいんじゃないですかね、多分ね、じゃあこれはネジ外せばフィフォーンってダメだからね。はい、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね、いいね、いいね、倒しちゃダメ選手権みたいになってるけどこれ俺は当たっちゃうもん、俺ワープ読んで、ワープ読んで、ワープ読めばいい、ワープ読み、おー、あ、ダメだ、あ、ちょいちょいちょい、ワープと、ザボやり、やべ、ワープと友達すぎたわじゃあ1段目やってみましょうか。なんかあんまりね、あれなんですよね、弱点関係ないので、うん、まあじゃあこの辺ので実は聞きまくったりしたら笑う、これ1段目です。あ、あ、え、すげーじゃん、おいおい、2段目抜かせろよまあちょっとね、キラーが乗っちゃったんで、キラー乗っちゃったんで、この最初のやつでさ、がっつり乗ってんのキラあ、あーっつってちょっと2段目打てなかったんで、うん、2段目のね、映像ちょっとここに入れとこう入れとく、2段目こんな感じですっていう、はいはい、入れときます、はい
エフェクトも変わるから、かっこいいから。そう、エフェクトちょっと見したかったら、なるほどね。ドリルマックスが効いちゃうのね。はい、はい、ということで、はい、あのカムイ、生まれ変わったカムイでしたけどもね、うん、まあ、カムイ、あのカナン専用機って感じじゃな、なさそうです、うん、ちゃんと使えそう、はい、前、カムナンでは多分、やべえ、ぶっ壊れ、ぶっ壊れっすね、はい、普通に重力ワープの強いやつが増えたのが超嬉しいな。確かにね、うん、貫通っていうからね、うん、はい、ということで、ぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。